ゆい。パパ。お、おい。パパに会えました。どうしたんだゆい、ちょっと甘えすぎだぞ。それに今は妖精の大きさじゃないんだから。街でお散歩をしていたらパパに会えました。だから嬉しくてつい。しょうがないな。おいで。よしよし。はーい。頭をなでなでしてもらいました。なんだかこうしてもらうのも久しぶりな気がします。そうだな。アンダーワールド、特にダークテリトリーへ来てからはゆっくりする暇もなかったもんな。はい、パパもママもこの世界の人たちから必要とされていて、忙しくて大変なのは見ていてもわかりますけど、たまには息抜きもしてくださいね。ああ、ゆいには寂しい思いをさせていた。ごめんな、気づかなくて。いいえ、でももう少しだけこうして甘えていたいです。な、構わないよ。とは言ったものの、あんまりこういうところを人に見られると誤解されるかもな。例えばアリスとかユージオとかに。キリト、何をやってるの？ユージオ、そんなに驚くこと？ごめんよ、見かけたからちょっと声をかけたつもりだったんだけど。いやいいんだ。あ、すまない、俺もちょっと急に話しかけられたから驚いただけで。パパ。どうしたんだユイ。うん、なんでもないです。そうかねえキリト、前々から聞こうと思ってたんだけど、なぜその子は、ユイは君のことをパパって呼ぶんだい？いや、それはその、説明が難しいな。キリトの周囲にはいつも誰かしら女の子がいるよね。つまりユイもその中の一人という意味なのかな。いやそれは誤解だ。ユイはつまりそのなんだ、俺とアスナの、パパ、私やっぱりご迷惑ですか？全然迷惑じゃないからな。ユイ、お前が泣く必要は全くないからな。はい。キリト、そんな小さな子を泣かせて。いや、ユージを勘違いしないでくれ。一体どう説明すりゃいいんだ。キリト。悪いユージを。ちょっと俺たち用事を思い出した。じゃあこれで。行くぞユイ。はい。二人とも待ってよ。はあ、もう行っちゃった。やれやれ、ここまで来れば大丈夫か。ごめんなさいパパ、私のせいでユージオさんにいらぬ誤解をさせてしまいました。いや気にするなって。ユイと俺とアスナのいきさつは何かと複雑だし、他人からは誤解を招きやすいからさ。とにかくユージオには説明はいずれするから、ユイは安心していいぞパパ。よしよし、いい子だ。キリト、一体お前はそこで何をやっているのです？アリスさん。お前が複数の女性と仲が良いのは知っています。しかしユイは、彼女はいささか幼すぎませんか？何言ってるんだ。これは決してやましい意味じゃなくてだな。ではどういう意味なのです？パパ。ユイ大丈夫だ、お前のことを叱ってるわけじゃ。それと前々から尋ねたかったのです、そのユイという子はなぜキリトのことをパパと呼ぶのですか？それは説明がすごく難しい。パパ、私
パパやママのことはもうパパ、ママって呼んじゃダメなんでしょうか。そんなことはない。絶対にそんなことはないぞ。それです。彼女はお前のことをパパと呼び、アスナのことをママと呼びます。一体それはどういう意味なのですか。それについてはそのとても複雑な事情がありまして。お前、返答次第では許しませんよ。落ち着けアリス、余計にこじれる。その尋常ではない慌てぶり、やはり何か後ろめたい理由があるのですね。何も後ろめたくはない。断じて後ろめたくないぞ。では一体何なのですか。なぜユイはお前をパパなどと呼ぶのです。分かったから落ち着いてくれアリス。話はまず剣を収めてからにしてくれ。パパ、私もう…アリス、俺たち用事を思い出したんだ。これで失礼するよ。またな。お待ちなさい。話はまだ終わってませんよ。おのれ、逃げ足の速い。まったく、ユージョもアリスも変に生真面目だから、こういう時は余計にややこしくなるな。大丈夫だったか、ユイ。いいえ、大丈夫じゃないです。ユイ、ユージオさんもアリスさんもパパとママの大切なお友達です。お二人に限らず、私のことは皆さんにきちんと説明しましょう。ユイ、ああ、確かにユイの言う通りだな。逃げてばっかりじゃ何も解決しない。ごめんなさい、私もついパパとママに甘えてしまって。いいんだ。それにこれは俺たち家族の問題だしな。ユージオとアリスには今度しっかりと説明しておかないと。パパ、あれはユイじゃないか。何か困った様子だな。おい、何やってんだ。では改めて伺いましょう。なぜあなたがキリトとアスナをパパママと呼ぶのか。うん、僕もアリスもそのことが気がかりだったんだ。はい、お二人にご説明します。なんでアリスとユージオが、この3人が鉢合わせするなんて。どうする、今俺が出ていくと余計に混乱しそうだしな。胃が痛くなりそうだ。本当のことを言うならば、私は作られた存在なんです。作られた存在だって。どういう意味なのです。分かるように説明をお願いします。私はメンタルヘルスカウンセリングプログラム、その試作1号として作られました。コードネームユイと言います。私はアインクラッド内で精神的ケアをすることを目的としたカウンセリング用人工知能。作られた存在とはそういう意味です。つまりそれはソードゴーレムのような人の手によって生み出された存在という意味なのですか。無機物という意味ではそれが一番近いかもしれません。でも私は本来の役目を果たせずさまよっていました。作られた存在なのに誰からも必要とされない、一人ぼっち、とても寂しくて悲しくて記憶も失ってしまいました。そんなことが。あてもなくさまよっていた頃、私を助けてくれたのがパパとママの2人なんです。2人は記憶を失っていた私を保護するだけでなく、本物のパパとママのように私にとても優しくしてくれました。つまりキリトとアスナの2人がユイを一時的に保護した
という認識で合っているのでしょうか。はい、その認識で間違いありません。私は二人の優しさに甘えてパパ、ママって呼んでいます。そして私はパパとママのことが大好きです。そうか、そうとは知らずにごめんよ。複雑な事情があったんだね。私も謝罪しましょう。そうとは知らずキリトをいぶかしんで剣を抜こうとしました。うん、それは本当にどうかと思うぞ。よかった、私の方こそごめんなさい。お二人に誤解を生じさせてしまって。いや、僕たちこそ変に勘ぐってしまって。そうですね、やはりそのパパママという呼称に違和感を抱いていたので。しかし問題はそれとは別に。はい、他にも何か問題が？その作られた存在という言い方です。私にはユイがソードゴーレムのような存在には見えません。それは僕も同じ意見だ。君はとても作り物には見えないし、キリトもアスナも作られた存在として君に接していない。はい、そうです。パパもママも私は。ごめんね、泣かせるつもりはなかったんだ。ただ二人も君のことが大好きなんだなって。はい、パパもママもすっごく優しいです。あなたを泣かせるつもりはなかったのですが、それもこれもきちんと説明をしなかったキリトが悪いのです。そうだね、キリトが逃げたりしたから話が余計にこじれたのかも。それを言われると。まあそこは本人に話させるとしましょう。バレてたのか。いや悪かった、ユイが説明したことは全て事実だ。もっと早く俺から二人に説明するべきだったな。本当にすまない。パパ、ユイありがとう。詳しく説明してくれて。ユイはアンダーワールドの人間ともリアルワールド、俺のいた世界の人間とも違う。けれどもユイの言う通り、俺もアスナもユイのことを作られた人間だなんて微塵も思っていない。なるほど、それを聞いて安心しました。しかしキリト、私からはお前に尋ねたいことがあります。なんだ、この際遠慮なく聞いてくれ。それはそれとして、パパとママとはどういう意味なのですか。え、そっち。そうだよ、僕もパパママってどういう意味なのかなってずっと不思議だったんだよ。そうだったのか。おお、それなら簡単です。パパはお父さん、ママはお母さんって意味ですよ。じゃあそれってつまり。はい、私はパパとママの一人娘ですよ。キリト、お前詳しく説明しなさい。つまりそれは。パパ、ユイ、今ちょっとおとなしくしてなさい。はい、パパに叱られちゃいました。キリト、お前そこに居直りなさい。そうだよキリト、しっかりと説明してもらうよ。すまない、また用事を思い出した。あ、逃げた。キリト、待ちなさい。あとは頑張ってくださいね、パパ。